ストローアート。この動画ではストローを素材にした題材をご提案します。造形遊びとして立体作品としてどちらでも楽しんでいただけると思います。まずは概要です。ストローを切ってつなぎます。次にそれを曲げたり組み合わせたりします。では順を追って詳しく説明します。材料と用具です。曲がるストロー、動画では60本を使用しました。モール数本、マスキングテープ、ハサミ、切る。ストローを曲がるところから左右同じ長さになるように一方を切り落とします。片方にハサミの先を差し込んで切り込みを入れます。つなぐ。切り込みを少し広げるようにして別のストローを差し込みます。差し込んだら外れないようにマスキングテープを巻いておきましょう。何度も繰り返して長くしていきます。これを何本か作っておきましょう。曲げる。長いストローができたら曲げてみましょう。どんな形ができるでしょうか。蛇腹部分を指で挟んで少しずつ開くのがうまく曲げるコツです。両端を差し込んで閉じた形にすることもできますね。組み合わせる。できた形同士を組み合わせるとさらに形が面白くなります。ストロー同士をモールで留めると形が崩れないようにすることができます。まっすぐなストローをつけて、後で形を変えていくのもいいですよ。
モールはつなぐだけではなく飾りにも使えますね。色の違うストローを使うとまた違った感じになります。このストローアートは身近なもので楽しい造形体験ができる題材だと思います。皆さんもぜひチャレンジしてみてくださいね。